即決。
即戦即決。行こうよ。悔しい。これで。札と白紙の紙がたくさんあるぞ。この模様、そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ふむ、仙人に関するものをこ、ああ、近畿滅却の札は確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは戦争中に戦力を発揮する。複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ勝利と待ち合わせの時間だぞ。操船儀式準備の旅の終点、早く行こうぜ。
時間通りだな。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。確かにその点においては行幸にもあったんだろ。お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が。おや、国政にあったのか。何か仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどう。不敬だな。確かに同じ七世であっても何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で七世の座を手に入れたんだ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラサ。話もしたぞ。帝君が殺害された後ファデュイはリーユエで悪い。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵歌集にも。そああ、今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリユリはかつて敵歌集に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵歌集は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリュ今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリユリが野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生香の香炉に入れることが宗先の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。いや、その香りを濃くするために歌ってほしいんだ。で、お前歌は得意か？ふーん。やってみればわかるさ。なんだ？
にしませんと。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで、今や最高の薬剤。本当か？じゃあこの花弁はそう。残念だができない。ルリユリをお探しですか？あ、お前。こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。ところで、軍玉閣はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え？私、教え…道は他の人に聞いたんだ。はい。しまった。お？カン、それに最初に会った時とオーラも違う。あの時は天柱園の使者で、今は花見をしてるだ。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？緑境内は帝君聖居の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日緑境内で仕事する時は景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてない。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神は他の5人、稲妻の雷電将軍を含め、今の俗世の七七世。最も若いスメールの宗神は500歳です。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに、神とのお別れを知らないので。では、そのお別れに。え？急に聞かれても。人として、帝君のいないリーユエは、今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユへの契約の終わりを意味しますか？ん？今仙人。私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリー、戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代、
他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユへのみ。おはん、さすこちらこそ。まさか帝君の創戦儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで創戦儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから、最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエでしょ。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだ。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ港に戻ろう。ああ、お浄堂の勝利先生か。戦艦軍が我々を監視してる。今は非常時だ。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻める。だがリーユエ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで人間と仙人の間にある矛盾点が一触。それでどうしてファデュイが非難の的に。全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそファデュイの動向を徹底的に把握しろって。今さら俺らの行動を制限する。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が現…それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを。どちらにせよ簡単ではないだろう。あ、そうだ、勝利先生、王城堂も巻き込まれて今戦艦軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ旅人。一触即発の爆発を止めるより
新刊はどこにあるか、お前も考えてみるといい。ふぅ、ファデュイと仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。なるほど、確かきっとみんなが忙しい時を狙って。でもどこに行けば会えるとこういうどこもかしこも混乱。行こうよ。わあ、ここが黄金屋か。見た目も立派だけど中はもってイワットのモラが全部ここで作られて罠だったのか。危なかった、助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのはできれば中で眠りたいな。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。え、見ろ、なんだあれ。いや、早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に元神が死んでその亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒事になる前に情報をつかむ。
モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファデュイの第11位の執行官として、女皇が欲するものは必ず手に。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか。そうだね。淑女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは戦い。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響だが、俺が執行官になった最大の。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、よし、君もその気なら。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにない。せいぜい失望させないでくれよ。逃げ足が早いようだね。木を読み違えてるよ。らしくないね。綺麗にしませんと。ついてこれるかな。これを試してみようか。またたくなる。実にいい力だ。行こうよ。ついの矢。急がないと。少しは成長したようだ。またたく。逃げ足が早いようだね。木を読み違えてるよ。隙あり。悪くないね。俺相手によくここまで持つな。へえ、これほどの実力。道理で淑女が君を警戒するわけか。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。無駄だ。これで間に合いますね。ちょっ、釣りつぶすよ。せい。せい。つかまえた。まだ皆様を守りたいのに。主人様。これはどうだい。ついてこれるかな。またたくない。健康よ。世の乱れを切りつけて。やるじゃないか。行け。釣りつぶすよ。そりゃ。そりゃ。無駄だ。
の番だ。回避だけじゃダメだよ。無駄だ。疲れた。回避だけじゃダメだよ。よっ、そりゃ。やるじゃないか。行くわよ。まさか、まだ皆様を守りたいのに。気を抜いた代償。期待に応えられなかった。狂乱のごとく疾風怒涛。すりつぶすよ。見た目も立派だ。テイワットのモラが全部罠だったのか。もらえなくて。できれば中で眠る。そうだ。にしても、あれ見ろ。早くせあんない人として。誰だ。君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たち。どこから話す。でも君たち、まさか。ファデュイの大女皇が欲するものは誰かの許し、取引や駆け引きの時間。ここからは戦いだ。戦い。宿女はモンドの。君と戦うより強者に対して。だが俺がモンドの時みたいに。ああやって。君は俺に勝てない。よし、きせっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。悪くないね。行くわよ。実にいい力だ。どこに行く。
頼んだわよ。ま、木を読み違えてるよ。少しは成長したようだ。これを試してみようか。待って。実にいい力だ。木を読み違えてるよ。悪くないね。褒めてあげよう。へえ、これほどの実力、道理で淑女が君を警戒するやつだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。回避だけじゃダメだよ。ちょ、ね、釣りつぶすよ。封じよ。俺の番だ。捕まえた。今回は負けだよ。やるじゃないか。これはどうだい。無駄だ。回避だけじゃダメだよ。ああ、その剣筋確かに面白い。だがここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用して先祖の巣穴に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。先に神の心を手に入れているとはね。他の重さは安心できます。俺よりも早く、そして
そろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにな。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はぁ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかない。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うこと。変わった価値観だな。さて今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には、というより、先祖の亡骸自体、目をくらます。あ、それって。おそらくね。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。
となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファトゥスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリウエコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろう。でも魔人戦争は2000年前に呼び覚ます手段があるに決まってるだろ。ああ近畿滅却の札、思い出したぞ。ファデュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だ。これほどの力を持つ近畿滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するの。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺のあの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えるとそれなり。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。おい、見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。なぜここに？ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ？七星と喧嘩したって聞いたけど。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーウェを守るべきだと、そうなったのよ。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古だからこそ、あの化け物をリーウェ校に近づけさせるわ。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってた。今ここにいる七星、戦艦軍、それと戦人、話し合ったけどそれはわからないわ。嘘だろ。でもリーウェを守る戦人と七星だろ。方法はある。
奇襲機の件で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人には分かるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐこと。善は急げ、今が決戦の時よ。作戦、私が奇襲してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。